フェデリカ・ペレグリニは、イタリアの競泳選手。女子200メートル自由型の世界記録保持者。ベネチア近郊のミラノ出身。身長178センチメートル。体重68キログラム。ペレグリにと記載されることもある。ペレグリニは、初出場した2004年アテネオリンピックでは200メートル自由型で銀メダルを獲得。 16歳12日でのオリンピックの表彰台はイタリア選手として史上最年少の快挙であった。2007年にオーストラリアのメルボルンで開催された世界選手権の200メートル自由形の準決勝で1分56秒47の世界新記録をマーク。しかし翌日の決勝ではフランスのロール・マナルが1分55秒52をマークし世界記録を奪われる。 2008年3月24日に行われた水泳の欧州選手権において 400m 自由型で4分1秒53と2006年8月にマナドゥが作った4分2秒13の記録を破り再び世界記録保持者となる北京オリンピックでは世界記録を持つ 400m 自由型で5位に終わるが 200m 自由型で 世界新記録を出し金メダルを獲得した。ペレグリには決勝でイタリアの国内メーカーの水着を着用し、レーザーレーサーを使わずに世界新記録で勝った唯一の選手になった。2009年3月には200メートル自由形で1分54秒47、400メートル自由形で4分00秒41の世界新記録を樹立した。7月に行われた 世界水泳選手権では、女子では史上初めて4分を切り、3分59秒15で優勝した。200メートルも世界新記録で優勝して2冠に輝いた。2011年の世界選手権でも200メートル、400メートルの2冠に輝くが、2012年ロンドンオリンピックでは200メートル、自由型、400メートル自由型ともに5位に終わった。 2013年の世界選手権では 200m 自由形で銀メダルを獲得し2015年の世界選手権でも 200m 自由型 800m リレーで2つの銀メダルを獲得したが2016年のリオデジャネイロオリンピックでは 200m 自由型で4位となりメダルは取れなかった2017年の世界選手権で6年ぶりに 200m 自由型で 金メダルを獲得した。すべて、長水路。ありがとうございます。